行きたいと思います。続いてのゲームは黒ひゲーム、イエーイ。またまたで説明していきます。隣はこの皆さんが持ってますね、黒ひゲーを、黒ひげ危機一発を各チーム右前の方から、順番に左、後ろ、右、後ろというふうに回していきます。皆さんは一人一つずつ剣を刺していってください。刺す際はその剣をぐさっと刺さないと飛び出さない可能性があるので、ぐさっと奥までお願いします。そしてどっちが早く黒ひげが飛び出すのかメンバーが予想していきます。このゲームも予想的中メンバーに1ポイントです。では黒ひげ部、皆さん、あの顔をこうやってると危ないから、そこは確かにそうでお願いします。ということで皆さん、ルール説明 OK ですか？頑張ってね。右前だって。右前だよ。そう、ありがとうございます。優しい顔だったでよかった本当に。それでは10秒間メンバー予想タイムスタート。どっちだろう。これは運だからね。本当にこれ当てなきゃやばいんだけど。これは焦る。こっちで行こうかしら。私はこっち。はい、予想完了。じゃあ不安だよ、ももが。大丈夫か。何それ、信頼関係気づいてこうよ。はい、ということで皆さん準備は大丈夫ですか？左後ろ、右後ろですね。ということで回していってください。ということで大丈夫ですか？そうですね。はい、それでは行きましょう。わかんない、一発目からポンポン。あ、マジか。でもね、ニグサがこれやったら最後まで出なかったの。ニグサは2回やって全部最後まで出ないの。神だよね。行きましょう、だから最後まで押していただけたらと思います。ということで黒ひげ部スタート。1人目、気づき、ありがとう。やった、やって。一発目から出ました。ということで左チーム予想的